本当に許せねえし、もう名誉極まりねえよマジで。YouTube もなんかみんなね、お金持ってる方を応援するみたいな感じになっちゃって、で俺も選挙は落ちるし、ね、YouTube もやる気なくなっちゃったみたいな感じだけど、とりあえずなんかじゃあ行ってみましょう。こんな感じでまずで大関慎吾のことの裁判の反論をみんなで考える。これちょっと1日では終わんないと思うので、これね25項目来てるんですよ。ここまでで25です。2枚で25項目かな。19と25だから足して44か、44個あるんですよ。19と1ページ目が19ね。だから44個もあるとできないから、まあちょっと何日かでいい、皆さんで、ね、ちょっといいかなみたいな感じで、本当にやりたくないんだけどね、本当は他のこと語りたいんですよね、本当はね。例えばさ、福島のさ